き者のさつきさんは週5日朝7時から家の近くのベーカリーで働く。さつきさんの仕事はケーキを飾るデコレーション、ヘナの技術を活かせるアルバイトとして始めた。日本のお菓子の4倍ぐらい多分すっごい。さつきさんの心を込めたケーキ作りはヘナアートの PR にもなっている。ここでレジスターとかしてると、あのそれどこでやったの、お客さんが取れる名刺とかあげて、だから花は欠かさずいつもしていないと、まあ、楽しいことが仕事にできてとっても幸せだな、ラッキーだな。夕方まで続くこの仕事は決して楽なものではない。楽しい仕事、それは苦労の後に来る充実感。甘くて可愛いこのケーキにはさつきさんの夢がいっぱい詰まっている。さつきさんには仕事を終え必ず行くところがある。大きな荷物を持ってどこへ行くのだろうか。やってきたのは地下鉄のホーム。彼女が持つ大きな荷物はキーボード。値段$190。これはさつきさんがアメリカで買った一番高価なもの。この曲はさつきさんのオリジナルの曲。彼女はシンプルで優しい音楽が好きだという。ニューヨークの地下鉄では許可を取れば音楽や大道芸など自由にホームなどで披露できる。しかし電車が入ってくると演奏がほとんど聞こえなくなってしまう。なぜこの場所で演奏するのだろうか。というかリハーサルをただでやってるようなものなので、リハーサル、ね、スタジオとか借りると1時間20ドルぐらいするじゃないですか。でも1ドル50でシャッと来てカーッてやってちょっとお金も入って、でここで結構人に会ったりとかコネクションができたりとか、ね、そんなさつきさんの本来の仕事はヘナアート。キッチンでヘナのペースト作りをする彼女。はい、ヘナのペーストを明日の仕事に向けて。これがヘナの粉です。ヘナの木の葉っぱをすりつぶして粉末状にしたものです。こういう色です。全部オーガニックなので肌にはとてもいいです。あ、それはこれはコーヒーです。この他に4つぐらい入れるものがあるんですが、何と何入れますか。秘密です。企業秘密です。冷却作用があるので、やけどの時とか、やけどしたら花をピッて塗るともう次の日はすごい綺麗に治っています。だから砂漠の暑いところで昔手足にこうベタって塗って手足をサマーしていたんです。で、あの昔の人はそれが発展してこうだんだんデザインをするようになってきたそうなんですよね。翌日、さつきさんは雑誌の撮影のためマンハッタンのスタジオにいた。この日、ヘナアートで初めての試みをする。張り詰めた緊張がスタジオに広がる。